とは思えないこの落ち着き感というか。そうなんだ。あら、なんかだいぶ変わったでしょ。ねえ、どう？これは天と地の差でした。今回の週末ビフォーアフターは前回登場した5人家族の一戸建てのお家の続編でございます。リビングダイニングに収納グッズを並べまくって収納していたお家だったんですが、残念ながら片付いておりませんでした。物が溢れたリビングダイニングを改善するべく、1階のママと息子さんのお部屋と2階のおばあちゃんの部屋をチェンジしてリビングの景色を変えてほしいというママの希望を叶えるべく、1階を大改造してまいりましたので、そちらの模様をご覧ください。はい、ということで1日目の作業が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕が帰ってきましたね。おかえり。おかえり。どう？ちょっとここだけ見て、なんか変わった？スペースが空いた。スペースが空いた。もうなんて賢い子なんでしょう。小学校2年生でしたっけ？2年生です。スペースが空いたんですよね。そうなんですよ。なんか今までってここにいっぱいなんか置いてありましたよね。それがあったせいでここ開きませんでしたよね。それがなんと今日から扉が開きます。はい、ということでまずはこの部屋って何の部屋だったっけ。ママと僕の部屋だったよね。はい、それが今日からなんと誰の部屋になったでしょうか。ママの部屋になりました。はい、ということで、じゃあまずこちらから見ていただきたいと思います。どうぞ見てください。どうぞ。わー、ママの部屋から。綺麗な部屋だったのね。忘れてたわ。すごい。どう？別の部屋みたいだね。和室が和室になった。そうなんだよ。はい、ということでですね、すこちらがなんと2階のバーバの部屋が下に降りてきて、バーバだけの部屋になりました。覚えてる？これ炭素がいろいろテレビとかあったの。それがそのまんま降りてきて、はい、バーバの部屋になったんですけど、もうなんといっても私はバーバの部屋を片付けててびっくりしたのがですね、すごいんですよ、この孫の手がですね、すごい量出てきてですね、もう全部でね6本あってですね、どんだけ背中かゆいんだって感じでね。恥ずかしいね。そういうこともね、片付けるとね、おばあちゃんはいつも背中が痒かったっていうのね、よくわかるということでですね、恥ずかしいところも分かってしまったんですが、はい、ただですね、意外と広い部屋から下に降りてくるってことは、やっぱりある程度物を入れられなきゃいけないということで、見てください、こちらです。お尻の方見ていただきましょう。はい、じゃじゃーん、見てください、ドン。おー、すごい。こちらがバーバのクローゼットに生まれ変わりました、はい、素晴らしい。僕この中に1個買い足したものがあるんだけど、何だか分かる？そうよね、あの収納の中全然動いてなかったから何が入ってたか分かんないわよね。はい、正解はこのハンガーラックでございました。今までね、とりあえず突っ張り棒はあったと思うんですけど、ちょっと強度的に一回試してみたんですけど、お昼の間に落ちたということだったんで、これは急遽ママに買ってきていただいたハンマータイプのシングルのハンガーラックでございます。これだとね、落ちる可能性が低くなりますし、こちらだと奥と手前の分割で、奥はあまり着てないものの洋服を入れさせていただいて、手前には今着るものということで、まあこれからね、冬に向かってちょっと羽織るようなものとかが入っておりますので、で今回襖を外させていただいております。というのはね、襖があるとどうしてもまあ布団の上げ下げだったりとか、洋服を着るときにどっちかが壁になっちゃって、結構動きの悪い収納になってしまうかな。今まで動きの悪い、動く収納にしてほしいということだったので、今回はもうなんと私が用意しなくても用意してあったというねことで、はい、レールが、そうなんですよ、レールもついててカーテン回るのに疲れてなかったというね、まか不思議なお家だったんですけれども、まあ、こういう感じでね、はい、やってまいりました。
どうですか、まずおばあちゃんからの感想を。すごいいいです、本当に和室らしい和室になって、もうそうですね、和室らしい和室の中にね、ちょっとこうファンシーな部分もね残しつつね、おばあちゃんはね本当に今でもものすごいゴルフに行くと、わざわざ2軒またいでゴルフに行くということだったのではい、背中も通いしゴルフも行きたいということでね、全て叶えられるクローゼットアウンドは必要になったと思います。ここでね、はい、寝起きもね、今までは出しっぱなしになってた布団もね、このように戻せるようになっておりますので、楽に、ね、上げ下げができるかなと思いますけども、はい、娘さんもうどう、押し入れの使い方こんな感じにしたんですけど。そうですね、うん、もうやっぱしっかり布団をかけられるっていうのがすごい良くて、うん、ねえ、ほんとここはどうしてもそれがネックだったんでね、うんうん、はい、そうですね、うん、あとはもう季節の家電とかもうしまったらしまいっぱなしで、はあはあ、とにかくもう襖を閉めたままの収納だったので。そうよね、うん、なんなら部屋よりも収納の方が綺麗でしたもんねそれからは部屋よりも収納の方が汚くなりました残念ながらここはですね、人が来た時はここは絶対に見せてはいけません、はい、ということで、はい、今日のメインイベントでございます、はい、僕ここだけじゃないのよ、やったの私。そうよ、隣よ、じゃあ一緒に見に行こうか。はい、じゃあ開けてどうぞ。どうだ、あら、なんかだいぶ変わったでしょ。ねえ、どう、お部屋。天と地の差でした。美しいリビングに生まれ変わったのよ、なんか言ってよすごすぎて綺麗でしょ。うん、僕の学習机がそちらに行きました。どう、それは満足。どうしたの、声も出ない感じなのねびっくりしちゃって、だって今までここ通れなかったんだもんここはね、なんか知らないけどいっぱい物が置いてあったわよね、うん、はい、それがここから見るとね、まるでね、うん、モデルルームみたいなのよ、うん、なんか一個一個の家具がとってもシンプルで素敵だったのね。それがなんかすごくプラスチックっぽい収納がたくさん並んでたせいで、ちょっと景色が。でもほら、ママ言ってたじゃないですか、景色変えたりって、うん、どうですか、景色に。バッチリ変わりました喜んでおります。嬉しいよね、はい、うん、はい、まあほとんど捨ててないというか、ただ今ある家具を動かしただけで、テレビのね位置変えてますね。今までは、はい、どっちかというと壁にね、この右の壁沿いにあったものを正面にしていることで、まあ食卓からも非常にテレビが見やすいですし、だからこのね、こちらの椅子でこんな感じで見ていただくこともできるということでなんとなくグレードの上がる、そしてとても賢い子供が住んでる、はい、お家になったかなっていう感じなんですけど、はい、これならね、掃除もしやすいですしね、はい、ほらこっちからの景色もとても素敵よ。どうですかママ。はい、なんか、うん、またルンバが使えそうな。あ、この家ルンバあるのね。そうよそうよ、ルンバのねスタート地点はそうね、ここら辺でいいかしらねはい、ちゃんと作っておきましたのでね、はい、こちらでもいいかもしれないですね、はい、ここはママの帰ってきた時のバッグを置くためのざっくりボックスを置いていただいて、はい、ここに置いていただければ、はい、部屋は散らからずに済むと思います、はい、もう今まではね、いろんなところに置いちゃってたからね、もうすべて棚の上がちょい置きの嵐でしたが、まあ、こんな風にするとね、なんとなくこの上には置きたくないなというところで言うと、ね、この棚の下にしっかりね物を戻せるようにしておりますので、そこにポイポイポイと入れていただきたいなというふうに思います。ばあばどうですか。なんか別の部屋に来たみたいで、どこのタップっていう感じですね。朝来た時とは全く景色が違いますよね。古方式はね、景色を変えるのは得意でございます、はい、まずこの暮らしがスタートラインです。ここからじゃあどうやっていこうかってなった時に、はい、残念ながら残念なお部屋が一つできてしまっています。はい、それは彼には見せない方がいいので、とりあえずお父さん一緒に私と行きましょう。はい、はい、はい、ということで感動の1階のルームツアーが終わったんですが、はい、実は彼にはどうしても見せたくない部屋がございますので、はい、そちらに参りたいと思います。はい、そうそう、さっきお姉ちゃんの部屋を覗いちゃったので、はい、ちょっとお姉ちゃんの部屋から、はいはい、見させていただきたいと思います。はい、お、中二の娘の部屋なのね。はい、
私がやった後みたいにすごいですね。なんか中学2年生とは思えないこの落ち着き感というか、そうなんです、すっきり感というか、はい、まあこれ自分で整理整頓したのか。そうです、すごいよね、はい、本当にママの子なのっていうちゃんとされてて、いやいやいや、いやさっきね、元お母さんの部屋だった場所を私は見に行った後に、はい、ここを見て、はい、まずはこっから見ていただいて目に焼き付いていただいて、はい、ママと息子さんの部屋にしなければならない部屋をちょっと見ていただきたいと思いますので、はい、どうぞあちらに、はい、はい、行きましょう。はい、ごめんなさい、私が全く入りませんごめんなさい、入れる隙間がございませんはい、これが、これが悲しい現実でございます。はい、一歩も入れない。はい、このさら地にするということはこういうことでございまして、はい、ただ思い出してください、あの息子が帰ってきた時の、うん、小躍りするような、小躍りするようなあの喜んでいた顔を私はね、それを思い出すとこの地獄を見せるわけにはいかないと、はい、思いましたので、はい、とりあえず取り急ぎ応急処置はしますが、この後しっかりあの小躍りした、小躍りして喜んだやつの顔をもう一度見たいと思います。はい、あなた、私がこの家に訪問した時言いましたね、はい。買うだけで満足しちゃうものが届いちゃって。ちょっとスパルタになろうかなと思っております、はい、空間が変わると私は、人の気持ちは必ず変わると信じております、はい、私はママが変わる姿が見たいです、はい、なんか作業中おっしゃってましたよね、ん、私も変わりたいとそうですね、はい、言いました。まず、はい、この部屋の乱れとともに、はい、自分の体重もどんどん増加していて、うん、ここ2、3年で家が散らかったんですけど、はい、私もここ2、3年で20キロから25キロを増量しました。マジですか、はい、なるほど、いやまさにちょっと部屋が物語ってるかなと。そうですね、はい、私はですね、基本的に綺麗に片付けてあげて終わりの人じゃないっていうのは重々承知でよろでくれてますよね。はい、私、あなたも変えたいです。はい、やっぱりどうしても欲しいものを買っちゃうとか食べたいものを食べたいってちょっと似てる感覚だと思うんですね。でもやっぱり持っていい容量とか、うんうん、食べていい量の容量とか、うん、やっぱ自分に見合った、まあ、暮らし方だったり食べ方だったりっていうのはすごくリンクすると思うんですね、はい、やっぱりこう自分にとって必要なものをしっかりと選んでいただいて、家とともに自分自身が意識が変わってくれたら嬉しいなと思います。無理はしないでください、はい、無理はしなくてもいいんですけど応援しますので、ちょっとママをチャレンジしていただいて、はい、まあいい年が迎えられればいいかなと思ってます、はい、お互い頑張りましょう、はい、頑張ります。はい、ということで今日ちょっとこれ応急処置して帰りますので、はい、一旦終わりましょう。はい、お疲れ様でした。次また来るからさ、そうなった時さ、どうしてほしいかちょっとママと話し合っててほしいのと、俺的にはこうしたいっていうのがあれば、あの私夢を叶えるのでママとちょっと話し合っといて。ということでママにね、ちょっと現実をしっかりと受け入れてもらうために2階の地獄をね見ていただいたんですけれども、このままの状態で帰るはずもなく、しっかりと物を寄せてママと息子さんの寝床を作ってきたわけなんですが、まあ、正直ね、この後、僕にこの部屋を見てもらったんですけれども、あんまり喜んではくれませんでした。おはようございます。1ヶ月ぶりそうですかな、ね、1ヶ月ぶりです、はい、あら普及してるじゃないですか、なんかあの果物とかこれ何、これはお水と、ちょっと今畑で採れた野菜をちょっと乾かさなきゃいけないってことで。おお、なるほどね、いいじゃないですか。もうあれでしょ、宅配物がここに溜まるってことはもうなくなったんでしょ。そうですね、意識的に、はい、だからね、なんか置いてあると置いちゃうからね、うん、そういう意味だよね。素敵な空間に玄関は至ってますけどありがとうございます、はい、では一回ちょっと見ましょうか。ほう、あら、うん、い
ない、この広々感は。はい。ね、ちょい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 ね、日常ね、取り込んで今畳んでたのね。はい。これ戻すんでしょ、ちゃんと。はい、戻します。はい。以上ないですか。お父さん帰ってきた。帰ってきました。見た？はい。どうだった反応は？すごいって。やった。喜んでた？はい。あ、よかったよかった。あの家族の反応は、あのほら、僕はすごいさ、はい、前回、はい、めっちゃいい絵撮れたけど、それ以外のお姉ちゃん、はい、娘も、まあ、リアクションは薄いですけど、はい、でも、もうすごく機嫌が良くて、なるほど、はい、でみんなで揃って食事をするようになったので、ここね、はい、今までなんかいろいろ置いてあったからそれぞれみたいな感じだった。そうなんです。よかったじゃん。はい、で結構おしゃべりしながら食べて、夕飯はハッピーファミリーで、はい盛り上がってます、ね、景色が変わると全然違いますね。暮らし変わるよね、はい、違います。私はもうあの前回の、 あの素敵になった1回で、もうあと自分でやってほしいなっていうもうさ YouTube 見てるんでしょ、はい、寄せるのは簡単なんだって問題は上でしょみたいな話ですよ。何よ、ここは何、お母さんの部屋は今日は NG なのね。まあいないんでいいかな。いいじゃん、今日出かけちゃったね。そうよね、かなりリラックス、うん、あ、いいじゃない。もうなんかもうほんと現実で、あ、相変わらずこのあれね、背中かくマグモシテはもう大好きっていうか、ね、そうなんですよ、いっぱい必要なんでそれじゃあここはね、今日はねあんまり言えないっていうことでね、はいはい、じゃあとりあえずね、リビングダイニングとお母さんのお部屋は落ち着いたっていうことなんだけど、はい、今日は2階、うん、なのかしら、はい、はい、息子の部屋の仕上げをしていきたいなと思って、うん、ね、仕上げって言ってもね覚えてますよ、終わり30分まで地獄でねまああえてね寄せずにこれが現実だっていう話でね、はい、奥さん覚えてます、ここにバーって置いたって、うん、あれ全部上行きましたよね、はい、はい、でもどう、上に上がったところで何か困ったことあった？いや、もうほとんどやっぱり使ってない、動いてなかったのね。そうですね、はい、そういうものだったので、うん、そんなに困ることはなくって、とりあえず必要なものはここに置いて、それ以外動いてないものはっていうところであげてるからね、はい、だそういう意味では困らなかったけど、うん、半分が、まあ、寝床になって半分寄せて、息子的にもちょっと心境の変化があった、うん、だって今までさ隣の和室がさ彼の部屋だったわけじゃない、うん、そうなんです。でそれがおばあちゃんの部屋になって、うん、僕のものはとりあえず一時的にここに置きましたよってなった時に、なんとなくこの家の長男として生まれ、はい、いつもなんか片隅に俺のスペースを追いやられやっと手に入れたのはリビングのまた片隅だったっていうところでね、うんうんうん、ね、なんならさ今寝床になってるママと二人で寝てるスペースが俺のスペースになったらいいなっていう欲望が湧いてきたってことですよね。でもそれはいいことだと思う。私もね前回ね思ったのよ、あの部屋が子供の部屋になったら、息子の部屋になったらいいなと思ったけど、うん、申し訳ないけど物の量が多すぎて、そういうわけにいかなかったわけです。そうなった時にはっきり言うけど、まあ、ほぼ私のものじゃないみたいな。そうですね、そこどうするって話なの今日の作戦は。私もできればまた今日やつのリアクション第2弾を見れたらいいなと、はい、心から思いますよ、はい、だって彼は素直でいい子なんだもん。あの小躍りするあの彼のリアクションが見れたら嬉しいなと思うけど、やっぱり理想と現実はね今ちょっとかけ離れてる状態なので、とりあえず一旦ちょっと2階、はい、現場行きますか。はい、あ、行きたくないなあれ、なんかどうしたこれ。あの喜びを体中で表現するタイプの人なのねあなたはね。それではまた来週、さよなら。チャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。